法務省が NTT 法の改正または廃止に必要な法案を提出するに自民党が反対したかのようなことを言ってますけど自民 一党提言の中に不足として NTT 法を2025年をめどに廃止するっていうことが書かれてるわけですよ総務省が廃止したいんじゃないんですよ大臣とか重鎮のお抱え官僚以外は NTT 法を廃したらやばいでしょってみんなわかってるし嫌がってるわけですよ NTT 法を2025年をめどに廃止するっていう不足を盛り込もうって書いてたのは自民党です自民党がその不足に盛り込んでたのに それは総務省が勝手にやったことなんだっていうニュアンスで自分たち逃げようとしてるのはそれはちょっとおかしいでしょ。